ゲッキドルは、オットエンタテインメントによる日本のメディアミックスプロジェクト。キャッチコピーは、この世界は舞台。人は皆役者。演劇アニメアイドル。世界都市同時消滅により、池袋ロストが起こった池袋で演劇を演じる少女などを描く SF ストーリー。関谷浅美がキャラクター原案を手掛ける。関谷による漫画、ゲッキドルアライブが、 電撃魔王にて2017年2月号から連載開始。また、2021年1月から3月にかけて、テレビアニメが放送された。謎に起きた災害、世界同時都市消失から5年が経った2019年。世界は未だに混乱中であり、少しでも復興を遂げようとしている。そんな中、大きな災害が発生した池袋で、シアトリカルマテリアルシステムと呼ばれる。 3D ホログラムを用いた演劇に魅了され、光り輝くステージへたどり着こうとする少女たちが現れた。その思いから新たなるステージが幕を開けようとしている。作品中で作中の登場人物が演じる演劇が行われている。主にアリス・イン・プロジェクトで行われた演劇である。詳細は後述、シェイクスピアの演劇、カラサワギ・ロバート・カイ・ヤングの小説。放題。 タンポポ娘2021年1月5日から3月23日まで ATX 他にて放送された。本放送に先駆け、同年1月4日21時から22時には、東京 MXATX にて、劇ドル第1話と劇中劇、アリス・イン・デッドリー・スクール特別版で構成される特番が放送された。同年3月3日に全12話を収録した。 ブルーレイディスクボックスが発売された。セリア役の赤尾光は2015年に事務所に所属して初のアフレコであったと語っている。秋葉総研が実施した2021年冬アニメ人気投票では激ドルが1位を獲得しており2021当アニメ OP テーマ人気投票及び2021当アニメ ED テーマ人気投票でも激ドル絆が それぞれ1位を獲得した。もともとは浅草香織原作、脚本による舞台作品で2010年からアリス・イン・プロジェクトによって上演されている。2016年にアニメ化が発表された。2017年11月3日から2017年11月5日にアリス・イン・デッドリー・スクール・コンチェルトという舞台、キャストアフレコ版としてコフレリを新宿シアターにて、 アリス・インデッドリー・スクール・アジタートと同時上映された。2020年9月18日にテレビアニメ、激ドルの劇中劇として描かれることが発表された。2021年1月に東京 MX で前半のみ放映される。2021年3月3日発売の激ドルブルーレイディスクボックスに OVA として収録された。2021年5月22日に ATX で放送予定。6月からは配信サービスでも配信開始。優と信子は二人が通う学校の屋上にて漫才を練習していた。その頃、学校の校舎には別のものと呼ばれる人間ではないものが現れていた。それに噛まれて死亡すると同様に別のものになってしまい人々を襲うことになると言われている。学校では混乱しており、 二人と生き残った学校の生徒たちはそのままの手から逃れることができるのか。激ドルザステージのタイトルで2021年3月3日から7日まで東京シアターサンモールにて上演。テレビアニメの内容の一部で構成されている。アリス・イン・デッドリー・スクールに関するカテゴリー、激ドル・アライブに関するカテゴリー。ありがとうございます。